ボルフガング・パウルは、ドイツ人物理学者。イオントラップ法の開発者の一人で、よえ、極イオントラップを開発した。1989年に、ノーベル物理学賞を受賞した。ドイツのローレンツ・キルヒに生まれ、父が薬学部の教授を務めていたミュンヘンで育った。ミュンヘン工科大学に数年通った後、1934年に、ベルリン工科大学に転校し、 1937年にハンス・ガイガーの下で卒業している。博士課程時代は、キール大学のハンス・コーフ・ァーマンの下で研究を行い、空軍に徴兵された後の1940年に、ベルリン工科大学で博士号を取得している。その後数年間は、ゲッティンゲン大学でハンス・コーフ・ファーマンと共に講義を担当した。彼は、ボン大学で実験物理学の教授に任命され、 1952年から1993年までそこで勤めた。1965年から1967年にかけての2年間は欧州原子核研究機構に責任者として赴任した。第二次世界大戦中は核兵器に使う核分立性物質の生産に必要な同位体分割の研究を行った。息子のシュテファン・パウルも ミュンヘン工科大学の実験物理学の教授を務めている。1992年ディラックメダル受賞。1993年本で没した。ありがとうございます。